サトコ、本当に心配したんだぞ。この3日間、本当に何事もなかったんですか？3日間熱が下がらなかったんですの。ご迷惑をおかけしましたわね。多分、おじさんからそう答えるよう強く脅されてるんだと思う。あんな姿痛々しくて、なんだか悔しいくらいだよ。サトコ、お前はよく頑張ってるな。当然ですわ。ニーニーがいなくても私は一人で頑張れますもの。お前がよく耐えて頑張ってるご褒美に頭撫でてやる。嫌か？サトコちゃん、今は泣いても誰にも言わないよ。サトコ、きっとみんなが助け出してくれますのです。きっとなのですよ。サトコ、私たちはこの3日間ね、ぼんやりしてたわけじゃないんだよ。ね、ケイちゃん。おう、俺たちはな、児童相談所に訴えてるんだ。あのおじの野郎の非道と、サトコを一刻も早く助け出してほしいってな。そんなことしてくださらなくても結構ですのに。俺たちだけじゃねえぞ。なあ、富田君。僕だけじゃないです。岡村もクラスのみんなも戦っています。そうだよ、僕たちクラス全員で相談所に押しかけてるんだ。もちろん今日も行くよ。ねえ、前原さん。ああ、サトコを救い出せるまで俺たちはくじけないもんな。だから相談所の方が来ましたのね。余計なことをなさらなくてもいいのに。サトコ、ひょっとして相談所の人が来たことによってあいつから何かいじめられたりしたんですか？北条さん、体の具合はもういいのですか？おかげさまで。本当にご心配をおかけしましたわね。もう平気ですのよ。これからはちゃんと学校に来られそうですか？
だから本当にもうご心配なさらなくていいんですのよ。相談所の人になんか言わなくていいんですのよ。北条さん、もし本当に辛くなった時は先生のお家へいらっしゃい。先生は北条さんの味方ですからね。いつでもいらっしゃい。そこで先生だけに美味しいとこを持ってかれちゃたまんないね。さとこ、ここにいる私たちは全員味方だよ。そうです、さとこもぜひ私のマンションに遊びに来てください。余ってる部屋もありますから、さとこのプライベートルームにしちゃっても全然 OK ですので。ダメです、さとこは僕の家で飼ってるのですから、早く僕のお家に帰ってこないとダメなのですよ。みぱな。あ、さとこは一人ぼっちなんかじゃない。みんながお前を助けようと今必死になっているんだ。お気持ちだけで十分ですのよ。本当に大丈夫ですから。嘘だよ。さとこちゃんは大丈夫なんかじゃない。さとこちゃんはみんなを騙しきれてなんていないよ。ここにいる全員が、いや、もっともっと大勢がさとこちゃんが苦しみ悲しんでいることを知っているよ。だから私たちはさとこちゃんを助けるために立ち上がって精一杯頑張ってる。悲しい沼に胸まで浸かりもがいているさとこちゃんにみんなで手を差し伸べている。でもそれだけじゃさとこちゃんを救えないの。そうなんだ、さとこ。相談所側は俺たちの言い分に耳を貸しつつも、さとこ本人が虐待を否定するから虐待はないの一点張りなんだ。俺たち全員がさとこを救いたいと思っても、さとこが受け入れてくれなければ救えないんだ。私、とても昔に逆の立場だったことがあるの。どうせ誰にも自分は救えないと、自分が今していることが最善手だと、そう思い込んでいるから仲間が差し伸べてくれる手を受け入れられないの。でもその時、顔も思い出せないけど、ある人が言った。本当に選びたかった世界は、すぐそこにある。でもそこへ至るには、向こうのみんなと、こちらの自分が、互いに手を伸ばし合わないとダメなの。私たちだけが手を伸ばしても、意味がない。だから、さとこちゃん、あなたも手を伸ばして。それで互いに手をつかみ合って、初めて私たちは元の世界へ戻れるんだから。レナ、それを誰に？覚えてない。きっと幼稚園よりも小さい頃なんじゃないかと思う。いつどこで誰になんて覚えてない。でも、その時の気持ちを、私は今でもはっきりと思い出せるの。あの時の気持ちがあったから、今日の私がある気がするの。そうだな。レナに言ったそいつは間違ってないぜ。サトコは今、助けを求めないのが強さだと思い込んでる。それが最善手だと勘違いしてる。いいか、違うんだ！
自分の顔を鏡で見てみろ。それが望んだ世界を掴んだ顔か。違うだろう。サトコはこんな世界、心のどこにも望んでなんかいない。俺たちはサトコを元の世界に連れ戻せる。そしてその手を伸ばしてる。その手はサトコの鼻先のところまで伸びてるんだぜ。だがあともうわずかが届かない。届いてりゃ髪の毛を踏んづかんででも引っ張り出してる。だがそのわずかが届かないんだ。だから掴め、お前が掴め。手を伸ばしても誰にも届かないから観念するなんて言わせねえぞ。お前の鼻先に俺の、いや俺たちの手があるんだよ。だから掴むんだ。手を伸ばすだけでいい。あとは俺たちが元の楽しかった世界へ引っ張り上げてやるから。ありがとうですわ。本当にありがとうございますですわ。でも本当に平気ですのよ。本当に。さとこ、もう少し時間がいるんだよ。北条君、大丈夫かね？大丈夫か、佐藤。何も怖がることなんてないぞ。ここには味方しかいない。おじさまが、おじさまが。大丈夫ですよ。おじはいませんです。意地悪なおじはいませんですよ。でもそこに、そこにおじさまが私を連れ戻しに来たんですわ。落ち着くのですよ、さとこ。今日のお注射はちゃんとしましたですか？おじさまが、おじさまが、おじさまが！ニーニー、ニーニー！注射？って何の話だ、リカちゃん。
圭一、急いで入江を呼ぶのです。里子が大変だと言えばわかりますです。早く！ち、里子を保健室に運びましょうです。どうしたの里子ちゃん。里子ちゃん、とにかく監督を呼ぼう。医者に見せるしかない。で、誰か監督のところの電話番号はわかるか？私がわかるよ。職員室の電話を借りよう。サトコは大丈夫なのか？どうしたってんだ一体。うん、よくわからないけど、校長先生の姿がおじさんに見えたみたいなの。壁に黒い点が一つあったら、圭一やレナはそれが何に見えますですか？え？ハエが嫌いな人ならきっとハエだろうと思いますです。雲が嫌いなら雲に、ゴキブリが嫌いならきっとゴキブリに見えますです。人は識別のつかない何かがあったとき、無意識のうちに一番自分にとって嫌なものでないことを確認しようと強く意識するのです。里子ちゃんは近づいてくる校長先生の足音を聞き、とっさにおじさんを思い浮かべたということ？でも校長が実際に姿を現してもまだ怯えていたぜ。その誤解がすぐに解けなくなるのが里子の病気なのです。じゃあ、俺たちは教室へ戻ってるよ。お願いしますです。みんな、とりあえずはリカちゃんに任せよう。サトコは今、とても怯えやすくなってるんだ。だから、怖がらせないようにしてやってくれ。多分ここで騒いでいるのも、サトコには怖く感じるんだと思う。教室へ戻ろう。きっとすぐに監督が来て、様子を見てくれるよ。みーちゃん、連絡は取れたんだよね。うん。大至急来てくれるって。それまではリカちゃんに任せて安静に。絶対に保健室から出さないようにだってさ。はい、皆さん、教室に戻りなさい。朝のホームルームを始めますよ。Thank you.
て大丈夫なんですか？もう少し休んでてもいいと思います。ご心配をおかけしましたわね。もう平気ですのよ。さとこちゃん、監督、さとこは本当に大丈夫なんですか？前原さん、ええ、とりあえずは大丈夫です。しばらく様子を見てあげてください。ちょっとした発作なのです。もう大丈夫なのですよ。発作って、そういうもんなのか？そういえばさっきも保健室で、さとこのことを病気だ、みたいなことを言ってたけど。では、私はこれで失礼します。何かあったら、また呼んでください。圭一、誰にも内緒と、約束できますですか？ああ。さとこは、数年前からちょっとした病気なのです。ずっと、その治療を受け続けていますです。その病気は、簡単には治りませんが、ちゃんとお薬と治療を受けることで、普通に生活することができるのです。そうなのか。でも、だったら問題ないじゃないか。リカちゃんに打ち明けられるまで、サトコが病気にかかってるなんて考えもしなかったもんな。あれだけ元気に過ごせるなら、それで十分だよ。サトコは実は、毎日2回のお注射をしなくてはいけない体なのです。ですが、朝からいろいろとおじに意地悪をされていたせいで、今朝のお注射を忘れてしまったようなのです。それはつまり、注射を1本忘れると、サトコはあんなに怯えてしまう状態になるということなのか？注射を忘れると、さとこはとてもとても怖がりになってしまうのです。すると、何かが起こったり、聞こえたり、現れたりするだけで、それらがさとこに危害を加えようとしているように感じてしまうのです。つまり、さっきの場合は、校長の足音を聞いて、おじが学校に乗り込んできたように感じた、というわけだな。そうです。サトコの場合は、その足音をおじだと思い込んだら、そうなってしまうのです。校長が顔を見せて、優しく語りかけたとしても、サトコの中では、その人物はもう、おじになってしまったので、何を言おうと、おじが言っているように聞こえてしまうのです。さっきリカちゃんは、その誤解が解きにくくなる病気だと言ったな。嫌なことと思い込んでしまったら、誤解が解けない病気か。なんて病名か聞きたくもないな。気の毒だぜ。それに、そんな病気と戦いながら今日まで頑張ってきたんだな、あいつ。でも圭一、どうかこの病気のことは里子には言わないであげてほしいのです。
サトコはさっき教室に戻ってきたが、もう平気なのか？とりあえず、入江がサトコのお注射を持ってきてくれましたので、もう大丈夫です。なあ、サトコが急病で倒れたってことにして、入院させちゃうのっていい手だったとは思わないか？もちろん、それは入江が提案しました。ですが、サトコが断ったのです。サトコが断るとか、断らないとかの問題じゃないだろう。ケイチ、サトコが家に帰らないと、ミーニーの部屋を片付けられてしまうのだそうです。何？サトコにとって、北条の家は、サトシが帰ってくるまで守らなければならない場所なのです。汚ねえ野郎だ！ケイチ、他のみんなには言わないでください。Cは感情を抑えるのがうまくないので、知ったら短気を起こしかねませんです。くそ！サトコが助けてと一言でも言ってくれりゃ、どうとでもなるのに！いや、そのサトシの部屋を片付けられてしまうってのを話したのこそ、サトコの明白な SOS じゃないのか。助けてと直接言えないサトコが、遠回しに明日、明白な助けだ！ケイチ、サトコを助けるために残された時間は、もう長くはないのです。今日で3日目だ。人数はすでに初日の10倍以上に膨れたが、まだまだ行くぜ！ケイチ、サトコを救うのは簡単なことではないのです。これまでに何度も試してきて、一度たりとも成功したことはないのです。そうなのか？ケイチは覚えていない話です。でも、今回のケイチは違う。今までに一度も見たことのない方法で、あと一歩で、サトコを救えるところまでこぎつけていると思いますです。僕はケイチが、運命なんて、あっさりと破ってしまえる力のある人間だと、信じています。ああ、そうだな。運命なんて、俺があっさり打ち破ってやるぜ。けい、今日は面白くなってきたぜ。今日のリーダーの前原さんだ。挨拶しろ。うっす、こんにちは。水臭いぜ、ケイ。
俺たちはエンジェルモートの義兄弟っすよ。デザフェに行った連中の噂だと、夏の新デザート恥じらいの青い果実サンデーが最高にいいらしいっす。この夏は一緒に青い果実をむさぼり食いに行きましょう。ケイチ君、今日はすごいね。これを全部君が一人で集めたのかい？こんにちは。ここまでとは思わなかったわ。やるわね。富武さん、高野さん、どうしてここに？あ、レナは知らなかったか。夕べの祭りの実行委員会の席でね、今日への参加を表明してくれたんだよ。確か監督も来るはず。お待たせしました。遅れて申し訳ございません。留守番のスタッフへの引き継ぎに手間取りまして。うわー、監督それすごいすごい。なんていうのか、監督のこういうセンスが私大嫌いなんですけど、でも今日はちょっと見直してます。しかしこういうアイテムもいいね。ここにいる60人は全員に面識があるわけじゃない。でも同じ鉢巻きやタスキを身につけることで同じ目的を持った仲間だと分かり、連帯感も育めるからね。こんなのを身につけるとダム戦争の時代に戻った気がするよ。鉢巻きやタスキをした雛見沢の人たちは無敵だったんだ。誰が相手でもひるまなかった。さ、リカさんもぜひ。これだけの数を作るのは苦労したんですよ。入江、私も自分ができることを惜しみませんよ。さとこちゃんを助け出すために全力を尽くしましょう。はい、ケイチ君の。すごいね、昨日は社会科見学様ご一行だったのに今日はまるで雰囲気が違う。そうだな、俺は人数が多けりゃ相手はビビるだろうくらいに思ってたが、これは迫力が違う。やはりハッタリって大事なんだなって思うぜ。さ、そろそろ時間よ。団長、決起の挨拶をお願いね。団長なんてそんな恥ずかしい、俺なんて単なる発起人で。ケイチ君、リーダーがそんなじゃ貫禄がないよ。さあ、胸を張って。みんな、今日は集まってくれてありがとう。すでに聞いてると思うが、俺たちのクラスメイト北条里子のためにこれより3日目の陳情を決行する。かつて気の向くままに里子をほったらかしにして沖宮に1年間も蒸発していたおじがどうして親権者なんて名乗れるのか。児童相談所は直ちに状況を理解し里子に対する緊急保護を実施するべきである。だが児童相談所側は慎重な対応を理由に現状を放置。里子が日々の窒息しそうな環境の中で心をすりつぶされていっている急を理解していない。俺たちはこれより3日目の陳情を決行し児童相談所に改めて緊急の対応を求めるものである。今日学校で里子ちゃんの姿を見た人ならわかるはず。あの快活だった里子ちゃんが
たったの4日であんなにもやつれ果ててしまって、あんな姿をこれ以上放っておくなんて絶対にできない。これですでに3日連続、しかも人数はここまで膨れ上がった。相談所側に私たちの強い意志を訴えよう。私たちは仲間を見捨てたりしない。すごいね、こいつは間違いなくダム戦争の再来だよ。ダム戦争を知らないはずの前原くんがダム戦争を再びなんて面白いものね。やはりこの地には人を結束させたくなる何かがあるということなのかしら。やっぱり田舎的な人懐っこい風土によるものだと思います。だから今日のこれは起こるべくして起こったんです。僕たちは隣人の顔も覚えてない都会に住んでるけど、それと比べるとなんだか羨ましいね。電車の本数が少ないと愚痴ってた人がよく言いますですよ。全軍突撃準備完了。閣下はただここで死ねとのみご命令を。要求貫徹、絶対救出。みんな敬に続け。うおうおうお。さ、参りましょう。これでならどうだ。一昨日は相談員、昨日は係長、なら今日は所長か。わからない。でもきっと私たちの強い意志は伝わるはずだよ。こんにちは。今日はどのようなご用件でしょうか。昨日と同じです。北条里子の件について陳情に参りました。本当に申し訳ございません。他のお客様へのご配慮ということでご理解をご協力をいただけると助かるのですが。この人数で占拠すれば業務への支障を理由に揚げ足を取られかねないしね。すでに十分インパクトを与えてる。向こうも施設長が直接話を聞くと言ってるし、これは向こうの最高の対応でもあるよ。みんなガクガクブルブルでニャーニャーしてますですよ。ニャーニャー。でも会議室が空いてないってのは嘘くさいですけどね。
私も嘘だと思うな。でもみーちゃんの言う通り、これだけの人数で押しかけたというインパクトは十分与えたと思う。所長さんはここの最高責任者です。それが話を聞くという例を尽くした以上、こちらにも多少の譲歩が必要かもしれませんね。話し合いの場を設けたのに先方が席に着かなかった、そういう記録だけ残ると話し合いの余地なしってことにされてしまうわね。部外者の意見で恐縮だけど、ここは話し合いに来ているということをアピールするべきだと思うな。わかりました。では代表3人ということにします。で、代表は誰にしよう。代表は圭一くんでいいと思うな。あと大人として監督とみーちゃんもついててくれれば文句なしかな。所長が私の顔を知ってたら園崎家の圧力ってことになっちゃう。今回の件は園崎家はノータッチなんで、そこを誤解させられない。うん、大人の事情でごめん。サトコを助けるのは私たちの戦いで、鬼ババとは何の関係もありませんからね。なら、レナさんはどうです？ガツンと一発叩き込んでやってくださいよ。私でもいいけど、リカちゃんはどう？み、サトコちゃんの一番のお友達として代表に加わってもいいんじゃないかな。よし、俺と監督、そしてリカちゃんで行こう。了解。私はみんなをまとめるよ。ですか、リカ。わずか数日でとんでもない展開になってる。さすがの私にももうどうなるやら見当もつかないわ。Thank you.
冷たく言えば、奇跡を起こせない日は、サトコにある。そもそも、さっきから圭一や入江が向こうとやり合っている最大の争点は、サトコが虐待を認めたかどうか。そうなのですが、それは簡単ではないのです。サトコを救おうと、みんなが手を伸ばしているのに、サトコがその手を掴もうとせず、沼にどんどん沈んでいく。そうやって考えると、一番訴えるべきはサトコじゃないかって思う。サトコに手を伸ばすよう説得するのですか？うん。それはとても簡単なことではないけれど、サイコロの目が、再び六揃いになる奇跡を待つ苦労に比べたら、大した苦労じゃない。そして、さらに考えれば、奇跡が起こらないのは、至極当然だった。どうしてなのですか？奇跡を起こすには、みんなの力を合わせなければならない。みんなが合わせてないんだもの。一人足りなかった。奇跡が起こらないのは当然。サトコですか？違うわ。私よ、私。私が、サトコの心を解かなくてはならない。サトシの呪縛から、サトコを解き放たなくてはならない。もちろん、私以外にもそれはできるだろうけれど、きっと、私が一番できる立場にいる。いや、そうでなかったとしても、私もまた舞台に上がらなくては、奇跡は起きないってこと。リカ、あなたは何度もそのような決意をして、それを打ち砕かれて悲しんできましたです。それでもなお、なのですか？わかってる。二度とない幸運と、二度とない結束。私が次の世界でも頑張ろうと、安っぽい決意をしたところで、私の努力とは、無関係なところで袋小路は決まるだろう。この世界よりも、もっともっとあっさりと、どうしようもない形で。だから、この世界でもダメだったら、私は、諦めようと思う。なんていうか、未練って努力してないから感じるものなんだって。私、わかったの。今回、これだけの幸運に恵まれ。まあ、確かに叔父の帰宅は例外だけど、それにしたって、二度とあるかどうかもわからない追い風に恵まれた。そして、その追い風の中で、私は多分、
できる最大限の方を張ったと思う。だから今度こそって思うし、逆にこれでダメならもう絶対にダメだと思う。その時は私、本当の本当に諦めがつくと思うから。そんなのダメなのですよ。でも、私はもともと、この舞台の出演者だった。あなたに、舞台を見るという楽しみ方を教えてはもらったけど、出番を降りたら、舞台が成立しない。きっと。だから私は、袋小路を出られないんじゃないかなって思うの。ティカ、きっとどこかの世界で、今回と同じような幸運に恵まれ、しかも叔父の帰ってこない世界がありますです。それは奇跡ではなく、今回よりももう一つ余計に禄が出るだけのことなのです。今回と同じような追い風で、叔父も帰ってこない世界か。そうね。そうだったら、どんなに素晴らしいことか。この世界まで頑張って僕と待ちましょうなのです。だから、この世界が終わったら諦めるなんて言わないでほしいのです。私が死んだら、あんたがあうあう言っても聞いてくれる人もいなくなるしね。たまに気配か足音を誰かに気のせい程度に感じさせるのがせいぜいだろうし。じゃあ、私は舞台に戻るわ。自分にできる精一杯を尽くす。あんただって、永遠に繰り返す昭和の夏なんて嫌でしょ。誰ともお話ができずに過ごす長い時間の方がもっと嫌なのです。僕もこの運命を乗り越えて、まだ見たことのない昭和58年やその先の時間へ行きたいです。でもそれはリカと一緒でなくてはダメなのです。死んでも目が覚めても同じ朝なんて、考えたくもない悪夢よね。そんな地獄に落ちる前に、自分の世界は自分の手で幕を下ろしたいの。だから、それをこの世界に決めたわ。この世界でダメだったら、私はこれで繰り返しをやめることにする。
手なところでしょ。あう、あう。ならせいぜい、私たちのために祈ってちょうだい。相談所を解き伏せ、里子を救い出せること。そして私が、昭和58年6月の運命に打ち勝てること。昭和58年の夏を迎えられたら、ずいぶん昔に約束した通り、いろいろなことをして遊ぼう。昭和58年のスイカを食べて、窓際で涼もう。今年の秋はどんな秋？今年の冬は、どのくらいの雪が私たちの知らない天気や出来事を楽しもう。知らないテレビ番組や、永遠に放送予定のまま見ることのできなかったアニメを見よう。そして、私がどんな人生を歩むのか、共に成長の物語を楽しもう。それまで一緒に頑張ろうって約束しましたです。なのに、この世界でダメだったら諦めるなんて、そんなのは約束違反なのです。その約束だけは、守れなくて、ごめん。はう。きっと、仲間みんなと一緒に、昭和58年の夏を迎える。そこにはもちろん、羽生もいるの。そして、きっと青くて広いに違いない。夏の大空を見上げよう。きっとね。昭和58年の大空は、これまでの空とは比べ物にならないくらいに美しいに違いないから。次の世界なんていらない。この世界で奇跡を起こす。みんなが教えてくれた。奇跡はみんなでなら起こせると教えてくれた。だから起きる。起こす。この世界で私たちは最高の未来を迎えてみせる。リカ。羽生、きっと私たちはこの世界で最高の未来をつかめるから。だから信じて。あなたも力を合わせてくれたなら、奇跡はもっと起きやすいかもしれないんだから。
どうだった？ケイちゃん。昨日の繰り返しになっちゃった感じだったな。両者とも昨日と同じ話の繰り返しだ。相変わらず平行線？慎重に様子を見るからとか、そういう話に？そんなところです。週一の訪問で様子を見て、だいたい一ヶ月後に改めて判断をするというような話なのですが。あのおじのところに聡子を一ヶ月も閉じ込めろって言うんですか？その一ヶ月間で聡子の心がどれだけ傷つけられるか、どうしてその痛みが理解できないんです？もちろんその点についても前原さんは懸命に説明してくれました。私も聡子ちゃんの去年の状況を説明したつもりです。ですが、聡子ちゃんが助けを求めない限り緊急性はない。部外者の意見で恐縮だけど、聡子ちゃんに助けを求めてもらうってのは無理なのかい？聡子ちゃんが逃げ出したら、聡子くんの部屋のものを捨ててしまうと脅されてるらしいわ。ひどい話ね。相変わらず向こうはその一点張りなの？聡子は助けを求められない負い目があるってのに。こっちは聡子ちゃんを早く助けてほしいという、向こうは聡子ちゃんが助けを求めたらねという。なんとか歩み寄る方法はないのかな。聡子ちゃんへの助けがないまでにも、その SOS のサインを読み取る何らかの歩み寄りはないのかな。その辺はこちらもいろいろと訴えました。向こうもそれを真剣に聞いてはくださりましたが、最終的な雰囲気だと参考にとどめられた感じでしたね。さっきみんなには明日もやるよって声はかけた。ただ今日よりは人数が減るかもしれないね。なんだか悔しいですね。せっかくここまで来たのに、ここが私たちの限界ってわけなんですか。たとえ誰も来なくなっても、レナは行くよ。聡子ちゃんを助ける判断を下してくれるまで、レナは一人でもくじけない。それは俺もだ。俺も絶対にくじけない。ありがとな、ミオ。来られる人だけでも構わないぜ。窓から見てたけど、みんなの横断幕、結構プレッシャーになってるようだったぜ。ゆべ夜鍋して作った甲斐がありました。入江、助けなんかもありがとうなのです。いえいえ、これくらいの協力しかできないのが悔しいです。僕ももっと協力しようと思いますです。僕は聡子を救えないと思って諦めてきましたが、今日圭一と入江が所長とやり合うのを見ていて、僕にはまだまだ頑張れることがあると思いましたです。聡子に会えたら助けを求めるように説得するつもりなのです。それは多分僕にしかできないことなのです。
そうだね。私も今日それを言ったけれど、心には届かなかった。悲しいけれど、さとこちゃんの心に言葉を届かせられるのは、リカちゃんを置いて他にはいないと思う。自分にその力がないのが悲しいですけど、同感です。リカちゃまは無二の親友。あんたにできなかったら、もうどうにもならないです。さとこちゃんの心を解きほぐせたら、それで全てが解決するとすら断言できるでしょう。案外、私たちがこうして押しかけるよりもいい方法かもしれません。そんなことはありません。レナが言った通りです。双方が手を伸ばさないと届かない。だから、サトコも手を伸ばすべきだと思っただけです。そして、それは僕も同じなのです。みんなが力を合わせないと、奇跡は起こせない。僕だけが諦めていて、力を合わせなかった。だから、奇跡が起こせなかった。だから、僕も力を合わせる。だから、サトコも手をつかむ。言いたいことが、うまく説明できないです。ごめんなさいです。もうだいぶ暗くなってきました。ミヨンさん、解散の号令をかけられた方がいいでしょう。私も今夜はまた実行委員会なので、このまま直接集会所に行った方が良さそうです。うっ、それを言ったら私もじゃん。いけねいけね。今日はこれで終わりにした方がいいね。相当急いで帰らないと時間ギリギリになっちゃうよ。もしもし。俺ケイチ。うん、帰ってから食べるよ。だから、うちに帰らず、このまま集会所に行っちゃうよ。父さんはもう行ってるんだね。わかったわかった。了解。うちのお父さんは今日職場の飲み会で遅くなるって聞いてるから、レナも行く。お邪魔にならないかな、かな。なりはしないよ。むしろ若い子の関心があることが分かった方がみんな喜ぶでしょう。平均年齢がぐんと若返りますです。私も
久しぶりに君吉のおじいちゃんに挨拶したいですし。こんばんは。皆さんお早いですね。あんれ、ミオンちゃんに大勢来たね。入江の先生もこんばんは。どうもこんばんは。皆さんもお早いですね。他に何もすることがねえんだけよ。あれあれ、今日はハイカラな靴が多いなと思ったら、若い人が大勢来てるじゃないの。シオンちゃんもお久しぶり。今日はどうしたの？どうも、お久しぶりです。お姉たちと遊んでて、そのままの流れで遊びに来ちゃいました。そうかいそうかい。よく来たね。シオンちゃんも綿流しのお祭り、今年はぜひいらっしゃいよ。ええ。今年はぜひ遊びに来ようと思います。何しろ、ケイちゃんが司会のオークションはぜひ見たいですし。前原くんの司会もそうだけど、これからは祭りのいろんな仕事を少しずつ若い子に移していかないといけないね。そうだそうだ、ミオンちゃんに相談したいことがあったんだ。ちょっとこっち来てくれないかな。はいはい、どうしました？ひょっとして模擬店部会の横田さん、まだ怒ってるんですか？いやね。今日が木曜日だから、お祭りまであと3日なんだね。圭一くんの準備は万端なのかな？準備も何もねえな。あるのは覚悟と出たとこ勝負のアドリブだけだよ。圭一は苦し紛れな方が面白いことを言いますです。圭ちゃん、ちょっと話が。あ、知恵先生、校長先生、どうも、こんばんは。前原君に、ちょっとだけお話があります。あまり良くない話みたいですね。うん。明日もみんなでまた交渉に行くんですね。ええ、どこまでも戦うのが仲間の務めですから。今日ほど集まるかは分かりませんが、明日もまた集まろうとみんなに言ってありますな。だよな、ミオ。前原くん、集まる人たちに約束した手前もあるでしょうから、明日はとりあえず仕方がありませんが、それを最後にしばらく様子を見ませんか？知恵先生のそれも忠告ですか？これ以上話が大きくなると、村のお偉方も見て見ぬふりができなくなる。
だからここいら辺で自重しろってことですか。前原くん、私はあなた方のしていることは正しいと思う。だからあなたは正しいと思ったことを堂々としてくれればいいと思っています。でも圭ちゃん、千恵先生の名誉のために補足するよ。千恵先生は個人的には私たちを支持してくれてる。でもその何かの圧力がかかったってわけか。千恵先生は圧力なんかに屈する人じゃない。圭ちゃんは千恵先生がどれだけ正義心にあふれる人か知らないだろうね。かつてこの文校が文校と認められず単なる廃校の校舎でしかなかった時、千恵先生はやってきてくれた。結論から言うと、千恵先生はもう私たちには協力できないって。私だけの問題なら、この身がどうなってもいい。一人の生徒のために戦えず、教師なんて名乗りたくない。でも、私たちの学校の存在までは脅かせないのです。俺さ、昨日大石さんからそんな話を聞かされてるんだ。それもまさにこの場所でさ。これ以上騒ぎを大きくすると、北条家を未だによく思ってない年寄りどもと対立することになるみたいなのをな。大石にそんな話を聞かされたんだ。うん、そう間違った話じゃないよ。大体、お前、さっきのさっきまで、俺たちと一緒に行ったじゃないかよ。そして、明日も来られる人は来てくれって、みんなに言ったじゃないか。そのミオンと一緒に集会所にやってきて、どこで弱気なミオンと入れ替わっちまったんだよ。そっか。さっき村長がミオンを外に呼んだのは、そういう話だったんだな。まあ、いろいろとね。ミオンも千恵先生も、俺の知ってる二人は、最高に強い誇れて憧れる友人であり、先生だ。その二人が、ほんの一晩二晩で意見を覆すことになるような、どんな圧力があったかは俺には想像がつかない。前原くん、私は何て言っていいか。いえ、千恵先生が謝ることじゃないです。教えてくれ。どうして村の年寄りたちは未だ北条家を嫌うんだ。もうダム戦争は終わってる。残された里子には
何の罪もないはずだ。なのに、どうしてここまで嫌うんだ。誰が嫌ってる。誰のせいだ。そいつに俺が話をつける。北条家を嫌ってる人間は実はいないのかもしれないって思うよ。何？お前は何を言ってるんだ。ダム戦争で北条家は村の旧敵だった。村全体でそういう風に盛り上げたからね。その先般である夫婦が死に、残された里子に罪がないのは誰もが薄々知っている。でも北条家を許そうと誰かが号令をかけたわけじゃないんだよ。その辺は私も補足します。シオン、北条家をスケープゴートにして結束してきたこの村は未だ北条家に怯えているんです。怯えているというのは怖いという意味じゃない。北条家と縁があると思われたら自分も村からスケープゴートにされてしまうかもしれないと恐れていたのです。そんなことってあるの？だって学校ではみんな里子ちゃんと普通に接してたよ。もちろんそれは村のお年寄りだけの話なのです。でもそれは村の神父でもあります。みんなはそれを多分その先本家のばっちゃの意思だろうと思ってるでしょ。でもそういうわけじゃない。ばっちゃだってやっぱり恐れてるんだよ。自分が北条家を擁護したら村の年寄り連中に対して求心力を失ってしまうのではないかって思ってる。なんだかややこしいぞ。つまりどういうことなんだ。俺は誰を殴りゃいいんだ。つまり本当は誰も北条家を嫌ってなんかいないんだよ。誰もが内心はもう許してもいいと思ってる。でもそれを口に出せない。自分以外はみんな未だ北条家を敵視してると信じてる。つまり相互に誤解しているってこと？そういうことです。個別に聞けばわかります。誰も里子のことを嫌ってなんかいないんです。両親が死んでそれがけじめになったと思っています。だからばあさんもその後は北条家に一切関わるなと号令を出しました。でも北条家を許すとは号令を出せなかった。それはきっと僕のお父さんのせいもあるのです。リカちゃんの？どうして？僕のお父さんはずっとのんびりと構えていたので、村の人たちからリーダー失格だとずっと言われてきたのです。リカちゃんのお父さんはハト派だったからね。冷静に状況が読める人だったと思う。でも祭りのように反ダムで燃え上がった人々はもっと過激なタカ派のリーダーを求めていたんだよ。だからバッチャは雛見沢を一つにまとめるためあえてみんなが求めたタカ派リーダーを演じたんだよ。つまりタカ派リーダーを演じてる手前、自分から北条家を許すとは言い出せないってわけか。うん。お年寄りは主義を曲げないことを模範と思うからね。最初に掲げた方針はなかなか変えられないんだよ。そんなのってひどい。だってそれじゃ誰もが人のせいにしながら里子ちゃんを許してあげてないってことだよ。自分が許すと村の人に陰口を叩かれるかもしれないから許してあげられないなんてあんまりだよ。当時はね、貧しい家なんかには
保証金が欲しくて立ち退きを受け入れてもいいと思ってる人が少なからずいたんだよ。でもそれを口に出すとはばかられる状況だった。そんな中、それを堂々と公言したのが北条家だったんだよ。それに勇気づけられて、立ち退き派が派閥を作りそうな勢いになった。みんなも今日までのお役所とのやりとりをしてて分かったと思うけど、住民運動というのは一枚岩じゃないといけないんだよ。村の総意であるか否かがとても大切なこと。だから実はダム戦争の直前、雛見沢は戦争どころか内部分裂状態だったんだよ。僕のお父さんが日和見主義だったからそうなったんだとみんなは言いました。お父さんはダムなんてできるわけがない、きっと話し合いで平和的に解決できるというのんびりした立場だったのです。そしてそれが立ち退き派を許す温床になったと非難されたのです。立ち退き派って不思議な響きだね。初めて聞くよ。村の人はよくダムの推進派って言わない？立ち退き派っていうよりダム推進派って方が悪っぽそうな感じでしょ。立ち退きじゃあ単に喧嘩を嫌って逃れるだけの平和的なイメージがある。でもダム推進派なら。なるほどな。ダム推進派っていうとなんだか利的行為というか、村をダム湖に沈めようとする裏切り者みたいなイメージになるな。イメージ戦略というものです。当時の雛見沢には戦争直前の全体主義のような空気が蔓延していたんです。鳩派の古弟子では逆に分裂を招いた。なら全体を一丸とするには高派になるしかないと当時の園崎家は考えたんです。ちょっと話が見えてきました。つまりこういうことですね。村を反ダムで一つにまとめるために北条家に裏切り者のレッテルを貼って徹底攻撃して見せしめにした。それがあまりに集中的だったので立ち退き派の人たちは恐ろしくなり終止買いせざるを得なかった。北条家と親交があればダム推進派なのだろうと疑われました。だから誰もが怖がって北条家に近づかなかった。すれ違っても見て見ぬふりをし、話しかけられても無視をしたのです。もちろんそれは北条夫妻の二人を指名したはずなのですが、いつの間にか北条家という分かりやすい看板が一人歩きを始めました。その結果おじおば夫婦の家もとばっちりを受けたそうです。皮肉ですね。その時の冷遇の恨みが募り、さとこちゃんにひどい仕打ちをする温床となっているのですから。ダム戦争は終わった上にさとこちゃんの両親は亡くなったなら、そういう変な遺恨は全部水に流そうって言い出した園崎家がちゃんと終了宣言を出すべきじゃないのかな。そこで最初の話に戻るんです。北条家に温情的な宣言を出したら、園崎家当主はダム戦争当時の幹部級、つまり町会のおいら方への求心力を失うのではないかと恐れたんです。舐められたらおしまいってのはどうやらお役所だけじゃなく園崎家もそうみたいだな。これは私が直接バッチャに聞いたから間違いない。バッチャは北条家は放っておけとの号令を出すまでが精一杯、そして自分が死んで当主が変わったら
その就任の時にダム戦争の完全終了宣言を出して北条家に対する遺恨を完全に流そうと、そういう話になってるんだよ。これはお母さんも知ってる。その話は私もお母さんに聞いてます。大馬場様の世間体とかいうやつですね。話をちょいと戻すぜ。ミオンと千恵先生にさっき脅しをかけたのは村長たち、町会のお偉方連中だったと思う。その連中はどうなんだ？内心まだ北条家を恨んでるのか？それが笑っちゃうんです。実は君吉のおじいちゃんだって誰だってもう北条家を恨んでなんかないってんです。つまり悲しい話なんですが、彼らにとってまだダム戦争は尾を引いているんです。北条家と親交があったら後ろ指を刺されるかもしれないと未だに恐れているんです。でもリカちゃんとか監督は普通にサトコちゃんと接してるじゃないですか。私は若く、そもそも町会にそれほどのしがらみを持ちませんから。そしてリカちゃんは特別です。なぜなら彼女はお社様の生まれ変わりだから。お社様は人と鬼の相入れぬ存在を融和させて住まわせた伝説を持つ。だからつまり村にいられない身である北条家の人間を引き取っても納得されたというわけか。なんて悲しい話、そしてなんてバカバカしい話。レナもそう思うか？俺も全く同じに思ったぜ。誰もがサトコちゃんのことを何とも思ってないのに、関わると何か良くないことがあると思ってる。悪いのは誰なの？誰でもないの？そう思わせる風土や世間体が悪いの？誰も悪くない。なのに他の誰かを気にして自分も許せないか。うん、そういう空気は良い方向に流れてる時はいいんだよ。思いやりがあって連帯感のあるいいご近所付き合いを生み出す。でも北条家の件は正反対。そういう思い込みがカビのように蔓延しちゃってどうにもならない。腐った畳はどうすると思う？捨てて新しくするしかないんだよ。じゃあ村長たちは自分たちが里子を気に入らないから圧力をかけてるんじゃなくて、俺たちのやっていることを黙認すると村の誰かという意もしない存在に後ろ指を刺されるかもしれないと怯えているから黙認できないと、そういうわけなんだな。私はその意もしない誰かをとりあえずお社様のたたりって呼んでます。だって誰もがそのいない誰かに気遣ってる。でもその誰かは存在しない、人じゃない。お社様は、里子をたたったりしないのですよ。むしろ、可愛いとすら思っていますです。
そんなことで、お社様の名前を使わないであげてほしいのです。ってことはだ。つまり、一番悪いのは、沖宮の生活相談所じゃなくて、どうやら、この村丸ごとってことになりそうだな。うん。私もそう思った。私も、ついさっきまでは相談所に何度も陳情をすれば、きっと聞き入れてもらえると思ってたけど、そんなのは何の解決にもならないって、今わかった。カビた畳か。上だけ拭いたって無駄だよな。俺たちが相談所に訴えて、仮に里子が救われても、そいつは一時しのぎにしかならなかったらしい。どうやら、畳の根元から腐った奴を、根こそぎ引きずり出してやらなきゃならねえようだな。その畳の根元って、なんだか私たちのすっごくすぐ近くにみんな集まってるように思うね。地形な。多分、20メートル以内に、ほとんど揃ってるんじゃねえのか。ちょっとケイちゃん、レナも、何を始めるつもりなの？ミオ、お前は確かに村の深部の人間だ。サトコのことを仲間だと思っていても、踏み出せない最後の一歩ってやつがある。この村としがらみのあるミオンとチエ先生が、圧力に屈するほかなかったのが、その証拠だ。だがな、何のしがらみもねえ俺はな、そんなのに屈する必要が何もねえんだよ。前原さん、まさかこの場で。俺はやるぜ。腐った畳なんかこの俺がぶち抜いてやろうじゃねえか。なんだ、レナもやるか？うん、私はこう見えても容赦ないよ。だよな。でもレナの場合は少し手加減した方がいいな。お前本気でやるとなったら、学校一つを爆破くらいはする気がするぜ。ケイチ君だってやると決めたら金属バットで闇打ちくらいはしそうな気がするな。お互い敵には回したくねえな。じゃあ行くか。うん。ミオンの立場は十分わかってるぜ。だからミオンは立場上俺と敵対してくれて全然 OK だ。ただしヤバいと感じたら逃げとけよ。今日は部活以上にヤバいぜ。本気のもう一つ上の本気で行くからな。わかった。ケイちゃんが捨て身の覚悟で行くと言うなら、私もやるよ。そうでなくちゃな。見てろ、ガツンと言ってやるからな。シーちゃんはどうする？私は幸い、失うものなんかありませんので、協力します。チエ先生と校長先生の立場は分かってます。ですが、今日は学校じゃない。だからどうか、俺たちのやることを見過ごしてください。そうですね。私は今は教師ではありません。私も校長先生も、あなたたちに意思を託します。私は協力させていただきます。村を出てけと言われたら、診療所を畳むくらいの覚悟はありますよ。それに未来のメイドさんを守るためにご主人様が一肌脱ぐのは当然のことです。
前原さん、なんだか燃え上がっちゃってるみたいですね。大石さん、昨日教えてくれたじゃないですか、男には降りられない戦いがあるって。飛剣牌を強打ちしてでも貫かなくちゃならないことってのがある。圭一。父さん、止めないでくれよ。確かにご近所付き合いも大事だけどな。でも俺は仲間のために。父さんは止めんぞ。え？お前が今大石さんに言った通りだ。男には折れちゃいかん時がある。その時は男の人生のどこかにあるものなんだ。圭一にとってのその時が今だと言うなら、父さんは何も言わん。ふう、圭一君のお父さんかっこいいね。当たり前だろ、俺の親父だぜ。俺の半分程度はかっこいい。私は雛見沢の部外者です。だからどちらの味方もできませんが、前原さんの立ち回り拝見させていただきますよ。乗るか反るかの大勝負、どうせ切るならど真ん中ってのがおやすさんの口癖でしたよ。危険牌を切ると覚悟を決めたら変に妥協しちゃいけない。降りぬならベタ降り、勝負ならど真ん中とはっきりした方がいい。麻雀は得点が倍々計算だからな。変に弱気に 2,3 度上がっても一度の大きな上がりにすぐひっくり返されちゃう。勝負手の時はとことん強気がいいんだ。おや、前原さんのお父さんも麻雀をやられますか？よっしゃ、行こうぜ。ようやく土俵に上がれるって感じだぜ。心情の時は一人相撲のように感じていたのはやっぱり正しかったんだね。ああ、本当の土俵はこっちだったんだ。俺たちは3日間全然的違いな相手と戦っていたんだ。行こうぜ。リカちゃんは里子の一番の友人であると同時に御三家の一人でもある。だから俺とレナがやることを黙って見ててくれるだけでいい。だがもし里子を救うために少しでも力を貸してくれるなら応援してくれな。あの石頭ども、打ち破るというの？打ち破るさ、楽々な。前に言ったぜ、こんなの金魚すくいの網より薄いぜ。楽勝でぶち抜いてやる。はあ、一体どうなってしまうのでしょう。村の風土を指してお社様のたたりか、シオンも面白い例えをするわね。圭一には打ち破れるの？お社様のたたりを。運じゃない、実力で運命を打ち破る。